ポン。今日はサロリンだ。仮装しなきゃ。それまだ仮装してなかったのかよ。あかりちゃんはエドモンド本田の仮装ですか。いや、いつも通りだよ。頭大丈夫？おほほほ。あかりちゃんはいつも可愛いな。あかりちゃんは知ってますか？何を？この時期には収穫物や人々の命を狙う悪い霊が蘇るとされているんです。そこで人々は邪気を払うため、お面や仮装をして悪霊を追い払う習慣ができたんです。この習慣こそがハロウィンなんですよ。どうでもいいけど、そのシルエット消せボケ。あかりちゃんもハロウィン？そうです。結構です。でもお菓子もらえますよ。いやいらんわ。別にお腹空いてない。お菓子をくれなきゃ。いたずらしちゃうぞ。かわいすぎかよ。ふざけんな。むしろいたずらされたいね。騎士が違う。いいから私をよこせ。オッケー。じゃあこちらをどうぞ。ふざけてんのかてめえ。こちらの神はあんことなっております。アンパンマン。おいしいですよ。おいしい。おいしくない以前に絵面の心配が先に来るよ。で、ね、他のみんなもハロウィン楽しむ感じなん？もちろんや。ガオー食べちゃうぞ。あら可愛らしい。ガオー。あら可愛らしい。ガオー。あら可愛らしい。ガオー。なんやお前。お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ。ルビが物騒極まりね。お前らビビりすぎやろ。うちはお菓子あげたるで。ほらお菓子だぞ。おいしいぞ。食べたいや。キャーバ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 ー。何してんのお前ら。てかこいつどうすんだよ。気をつけて。こいつは悪霊です。追い払わないと。任せなさい。うおトリックオアトリート。悪霊から菓子をもらおうとすんな。後で買ってくるね。なんかいいやつっぽい。待って、みんな思い出してください。ハロウィンは仮装をして悪霊を追い払う習慣のこと。つまり奇抜な格好でびっくりさせて追い払うんですよ。なるほど。じゃあアカネよろしく。よっしゃ任せろや。この奇抜代表と言われたアカネちゃんが。ひと肌脱いだんで。おなんかごめんな。